ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はですね、今週来ておりますピックアップガチャ立役者ですね、新英傑細川藤鷹についてですね、ステータス、そしてダメージ検証の方をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまずですね、ステータスの方から見ていきたいと思います。今イベントでコストが下がってるんですよね。こちらでございます。細川藤鷹コスト7の金枠、陰陽の戦論になります。そして心霊でレベル10の状態でですね、生命が 32,027、 気合の方が 18,653 ということで、もう陰陽にしてはですね、生命結構高いんじゃないかなと思います。他のステータスに関しましてはですね、耐久がやや高くて、もうあとは知力、魅力、そして属性ですね。属性の土属性に関しましてはですね、全英傑1位となっておりますので、もしですね、絆を結ぶ場合はですね、知力、魅力、あとは属性で言えば土属性あたりがいいんじゃないかなと思います。そして固有技能の方がですね、古今雷獣撃ということで、必要気合いのが3730、こちらはですね、最大気合いの 20% となっております。内容の方がですね、敵単体と敵全体に土属性術攻撃を行い、術耐性を低下させ、状態レベル2の土属性呪詛を付加ということでですね、現在英傑で一番効果力が出るパターンですね。もう単体に術攻撃、なおかつ全体に術攻撃みたいな感じで、小松姫、竹中半兵衛、智将、最近出た織田信長とか武田信玄野望ですかね、そちらと同じような形ですね。プラスですね、今回術耐性低下と、そしてレベル2の、黄色逆三角ですね、こちらもつけれるということで、何かとですね、逆黄色三角は過信上乱においてはかなり役に立ちますので、なかなかいい固有技能なんじゃないかなと思います。そして過信鍛錬育成技能ですね、こちらは3つですね。限界突破0の状態で話いたしますと、魅力上昇率向上レベル5、そして知力上昇率向上レベル3、そして土属性上昇レベル1ですね。今画面出てるのは限界突破1になってるので、それぞれプラス1されてますけど、本来無凸の場合だと5、3、1ですね。で、限界突破1するたびにレベル1ずつ上がっていくという形でございます。内容を見るとですね、魅力を上げて、知力を上げて、土属性も上げれるということになりますので、土属性の陰陽道さんとかですね、術人さんで土属性使う方にとってはですね、結構使いやすい過信鍛錬なんじゃないかなと思います。そして英傑人法因子ですね、こちらも3つになっております。まずは陰陽師の戦論になりますので、戦道ですね。そして限界突破2すると外交官、そして心霊度レベル20まで上げると文化人というのがつきますので、普段であればですね、2箇所しかないんですけど、今回からだいたい3箇所出てますので、一応無凸でもですね、鮮度と信頼度レベル20まで上げれば文化人は出せるということですね。そして限界突破2まで、ちょっときついかもしれないですけど、2まですると外交官も出せて、因子が3つあるということで、陰陽師で英傑人法を組まれている方はですね、これ1体あると、人法を5つ出せると。でちょっとネタバレになるかもしれないですけど、今回配布で配った早川殿もですね、陰陽なので、あちらも因子が3つありますんでですね、英傑人法陰陽で結構組みやすくなるんじゃないかなとは思いますけど、ちょっと限界突破にするのはちょっときついかなという感じもあります。ということで、まずはですね、ダメージがどれぐらい出るかとかいうのが一番気になると思いますし、戦闘後の黄色三角ですね、ちゃんとダメージの伸び率は小松姫とか竹中半兵衛、智将と同じなのかというのですね、あとはですね、術耐性が何パー下げれるのかというのとですね、デカ黄色逆三角ですね、これがどれぐらい入るのかというのをですね、見ていきたいと思います。それでは検証の方はですね、天下武器大会の鬼のごとくでやっていきたいと思います。細川藤鷹の行動設定なんですけど、陰陽師の戦論になりますので、だいたい下の方に半自動を入れておいて、外胆砲とか属性アップとかですね、最近属性も大事になってきてますので、入れると言ったらこんな感じですかね。あとはですね、もう言うても固有技能をガンガン打つような形になりますので、こういった形でいきたいと思います。検証の方は心霊度レベル10ですね、知力の方が2540でやっていきたいと思います。
のウエイトがですね、まあ、車係の陣緑三角があるとですね、なんとウエイト1でいけます。なので武田信玄より前へ行けますね。早いです。モーションに関しましては、まあ、いつもの術モーションですかね、まあ、そこそこ長いかなという感じです。さあダメージの方は単体に 49,204、 そして全体がですね、まあ、15,240 ぐらいですかね。まあ、あの信頼度レベル10の、まあ、知力が2540の状態でこれぐらいのダメージが出せますので、まあ、かなり強いんじゃないですかね。まあ、小松姫よりは強いですね。またあの、まあ、竹中半兵衛クラスですかね。そして、術耐性ですね。耐性の方は一発で 30% ですね。これ 30% でかいですね。一発で 30% ということですね。で1体には陰陽になりますので、物理耐性も1体だけ、単体の方だけ 5% つけれますね。さあ2発目です。まあ、術耐性 30% つければダメージ上がりますね。そして、最大がちょっと耐性見ますね。あ、最大でやっぱ 50% ですね。まあ、ダメージ的にはまあこんな感じで、まあ鬼のごとくで逆黄色三角もまあそこそこ入るかなと。まあ、こちらに関しましてはですね、まあ、知力というより、まあ、属性が高いと入りやすい傾向もありますし、まあ、相手の、まあ、属性値、まあ、知力にも、まあ、入り具合は変わってくるとは思いますけど、まあ、大体これんな感じでございます。続きましてですね、まあ、戦闘開始後の黄色三角をつけて、まあ、知力を上げると、まあ、ダメージの伸び率ですね、まあ、ダメージがどれぐらい出るかというのも見ていきたいと思います。そして今回からですね、ちょっと検証が変わってくるんですけど、まずですね、ちょっと細川藤高、まあ、信頼度レベル10の状態で、まあ、知力が2540、そして土属性が2451、まあ、属性は今回ちょっと外しておいて、まあ、知力が2540の状態でですね、まあ、土金が流派を使うんですけど、土金の知力をですね3334にしました。そして流派でですね、まあ、60% 土金の知力の 60% っていうのが 3334×0.6 で、まあ、2000なんですね。なので、まあ、知力をですね2000上げた時の、まあ、ダメージ、まあ、ダメージ伸び率の方を見ていきたいなと思います。まあ、これはですね、今回からあのバージョンアップしてですね、まあ、あの修正が入って、まあ、細川藤高の知力が高ければ上がるってわけじゃなくて、まあ、つける側の方の知力が大事になってくるっていう形ですね。なので、まあ、3334×流派で 60%×0.6 が2000になりますので、まあ、知力を2000上げた時のダメージ見ていきたいと思います。さあ流派で黄色三角をつけます。これで知力プラス2000ですね。先ほどは単体に 49,200、 全体に 15,240 でしたね。さあダメージの方を見てみたいと思います。さあダメージの方がですね、単体に 73,051、 そして全体がですね 27,240 ぐらいですかね。そういった形になりましたので、これ結構ダメージ上がってますね。まあ、2000アップで、まあ、単体に 73,000 ぐらい出せますので、まあ、家臣でですね、まあ、この細川藤高、まあ、知力4540のを作ればですね、これぐらい素で最初からダメージが出るという形ですね。まあ、耐性がつけばですね、もっとダメージ出ていくと思います。まあ、まだ1万までいかないかな、3万何もですね。まあ、これで大体全体は上限の1万と、そして単体の方はですね、単体術プラス全体術がつきますので、耐性でプラス2万ぐらいつくと思いますね。9万2000、あ、まあ、大体9万3000とかそのぐらいですね。まあ、そういった形でございます。続きましてですね、今度はですね、まあ、軍学の、知力をですね、3334からですね、次はあの4667にしております。でこの 4667×0.6 ですね、流派で 60% つけますので、そうすると知力が2800上げれるという形になりますので、まあ、知力を2800上げた場合もですね、ダメージ見ておきたいなと思います。なので本当流派をですね、黄色三角つける場合はもうつける側のもう今度知力を上げとかないと、なかなかですねダメージが上げにくいっていうのがあるんですよね。さあこれ4667かな。であの知力2800上げた場合のダメージも見ておきたいと思います。
先ほどよりさらに800知力上げた場合ですね、まあ、知力が5340のダメージを見ていきたいと思います。単体にですね81616、そして残りの全体がですね、まあ、32040ですかね、まあ、そのぐらいのダメージになるという形でございます。なので、まあ、過信鍛錬育成技能でですね、まあ、この細川藤高5340の過信が作れればですね、開幕からまあ8万超えの全体も3万超えができるということで、結構火力ですね強いと思います。プラス、まあ、あの術耐性も30発つけれますので、2発目以降はどんどんダメージ上がっていきますのでね、これなかなかダメージ出るんじゃないかなと思います。それではですね、ここからはですね、毎度おなじみドキドキン算数のお時間でございます。まずは単体の方ですね、そして知力2000上げた時のダメージ計算していきたいと思います。まずですね、単体の方が73050、そして素の単体ダメージがですね49200でしたので、それを引き算するとですね23850という数値が出てきます。その上がったダメージですね、23850をですね、知力上げた分2000なので、それを割り算するとですね 11.93 という数値が出てきます。なのでこの細川藤高はですね、まあ、単体に関しましてはですね、知力1につきですね、まあ、大体約12ぐらいダメージがアップするという形になりました。続きまして全体の方を見ておきたいと思います。全体の方がですね 27,240 から素がですね全体 15,240 を引き算するとですね、まあ、12,000 という数値出てきます。その上がったダメージの12,000をですね、上げた知力ですね2,000を割り算すると6という数値が出てきます。なので全体に関しましてはですね、知力1につき、まあ、大体約6アップするんじゃないかなと思いますので、まあ、あの単体が12でしたので、まあ、全体で6アップ、単体で6アップで、まあ、単体は12になって全体は6アップという形でございます。そして一応確認のためにですね、まあ、知力2800の時も計算しておきたいと思います。2800上げた場合はですね、単体81620でしたね、そして素のダメージが49200でしたので、それを引き算するとですね、まあ、32420ダメージが上がったと。その上がったダメージですね、32400割るですね上げた知力2800なので、それを割り算するとですね、まあ、11.58、 ちょっと下ブレしましたかね、まあ、11.58 と。そして全体の方ですね、全体の方が32040でしたので、その全体ダメージが15240を引き算するとですね16800という数値が出てきます。その上がったダメージ16800割るですね上げた知力2800を割り算すると、まあ6という数値が出てきますので、まあ間違いはないんじゃないかなと思います。なので、まあこの数値ですね、まあ、あの知力1につき単体が12アップして全体が6アップするっていうのはですね、現在のですね小松姫、竹中半兵衛、また織田信長とか武田信玄、野望と同等のですね伸び率となっております。ただしですね、これバージョンアップ20周年のバージョンアップ以降ですね、ちょっとこの数値がですね属性値もちょっと変わってくるんですよね。なので、まあ今ですね、小松姫、竹中半兵衛、以前検証した時はですね単体10アップ、そして全体が5アップだったんですけど、現在この修正が入ってですね、まあ、小松姫、竹中半兵衛、知性、まあ織田信長、武田信玄、野望もですね、まあ大体12から単体が6ぐらいアップいたしますので、あとまあ属性値によってですね多少ちょっと伸び率変わってきます。また敵によってもですねダメージが出たり出なかったりするので、まあ大体目安として見ていただければ、まあ伸び率的にはですね、まあ、小松姫、竹中半兵衛とか同じような伸び率という形でございます。それではラストにですね、この細川藤高信頼度レベル10の状態、知力が2540の状態でですね、まあ、黄色三角、まあ、知力をキャップまで上げた状態でですね、まあ、ダメージ見ていてですね、この天下武器大会鬼のごとく、まあ、アタッカー1でも倒しきれるのかというのをですね見ていきたいと思います。まあ、黄色三角をですね、まあ、3回つけて、まあ、キャップまで上げておきますね。さあダメージの方がですねキャップまで上げると、まあ、これ信頼度レベル10ですからね、もう単体に18万スタートですね、結構やっぱダメージ出ますね。
そして術耐性も30発つけますので、単体はプラス2万、全体はプラス1万、さらに伸びると思います。まあ、ちょっと弁才いらなかったかもしれないですね。そしてまあ獅子ありがあるので、まあ、1.3 倍になってます。なのでまあこれぐらいすると信頼度レベル10でも結構強いですね。もう20万出ましたね。なのでまあ家臣でですね、まあ知力4000、5000、6000作るとですね、小松姫同様にダメージ出るんじゃないかなと思います。まあ、小松よりダメージ出ますね。まあ、竹中半兵衛クラスは出せるんじゃないかなと思います。まあ全然強いですね、やっぱり。あとまあ開幕、まあ、ウェイトが1で発射できるっていうのがあるんで、まあ、かなり回転早いですね。まあ、難なく、鬼のごとくはですね、まあ、アタッカー1でも倒せたという形でございました。それでは最後にですね、総評いたしますと、この細川藤高コスト7の金額、陰陽の戦論ですね、そして信頼度レベル10の状態で、まあ、ダメージの方が単体に 49,200、 そして全体がまあ 15,240 ぐらいなんじゃないかなと。そして、まあ、知力1につきですね、単体に12、そして全体が6ぐらいダメージがアップしていくという形になりますので、この伸び率はですね、小松姫、竹中半兵衛、智将、20周年の織田信長、そして武田信玄野望と同じ同等のですね、伸び率という形でございます。術耐性につきましてはですね、1回で 30% つけれますね。そして最大が 50% プラスですね、レベル2のですね、逆黄色三角、こちらもつけれますけど、まあそこそこ入るぐらいかなという形でございますので、まあ、過信上乱で使う場合はですね、まあ、毛利元就とこの細川藤高2トップでいけばですね、結構な確率で逆黄色三角つけれるんじゃないかなと。そしてこの単体プラス全体の高火力バージョンで今回初めてですね、車係の陣、まあ、開幕緑三角があればですね、ウェイト1で発射できるっていうのがですね、今回売りなんじゃないかなと思います。ただこのウェイト1っていうのはですね、まあ本当言うとですね、黄色三角をもらった後に打った方がそれはダメージ出ますので、まあ、そこら辺はですね、行動設定をしてですね、まあ、待機6秒7秒とか2秒、まあ叩く場合は2秒とかで、青ネーブの場合はまあ6秒7秒ぐらいにしておけば、まあ、黄色三角の後に打つこともできますし、まあ、過信上乱みたいな開幕1でもうとりあえず逆黄色三角をつけたい場合はですね、もう上と1で発射するみたいな、まあ、両立して使えるんじゃないかなと思いますけど、まあ、行動設定はちょっと必要になるかもしれないですね。そして過信トレン育成技能の方が3つですね。1つ目がですね、魅力上昇率レベル5、知力上昇レベル3、そして土属性上昇レベル1ということで、まあ、魅力、知力、土属性なので、まあ、ほんと土属性の陰陽道さんとか土属性の、まあ、術人さんにはまあぴったりかなという形でございます。そして、英傑人法因子ですね、こちらも3つあります。まず1つ目が鮮度ですね。そして限界突破2まですると外交官がついて、信頼度レベル20まで上げるとですね、文化人が出ますので、まあ、限界突破2までしなくてもですね、信頼度レベル20まで上げると鮮度と文化人は出せるという形でございます。ドキンの率直な感想はですね、まあ陰陽道で出してほしかったですね。まあ戦論なんでやっぱ術に弱いですよね。溶けちゃう陰陽道であれば術攻撃でも結構耐えれますので、まあ、陰陽道だったらよかったなと思ったんですけど、まあ、戦論で出ましたので、まあ、どうすかね、まあ、小松姫持ってるけど、まあ、この細川藤高も当たったよという方はですね、まあ、小松姫と入れ替えぐらいですかね。まあ、小松姫よりダメージ出ますし、ただ、まあ、編成で物理アタッカー入れてる場合はですね、まだまだ小松姫も物理、術耐性低下がありますので、まあ、この細川藤高は、まあ、物理耐性がないんでですね、まあ、術アタッカーの編成の場合はですね、小松姫と入れ替えでもいいかなという感じですね。まあ、あと過信上乱で使う場合はですね、ウエイト1でレベル2の逆三角、黄色三角つけれますので、ね、相手の小松姫や竹中半兵衛とかをシャットアウトできる可能性もありますんでね、まあ、そこでまあ使えるかなという感じですね。このウエイト1に関しましては、まあ、使いようがいろいろあると思います。まあ、ウエイト1でさっといく場合と、あと行動設定で少し待機させて、
まあ、黄色三角をもらった後で、ダメージ出していくっていう形もできると思いますので、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。あとはまあ陰陽で因子が3つありますので、まあ、限界突破2までするとですね、まあ、かなり英傑陣法も強くなるんじゃないかなと、まあ、ステータス高いんでですね、まあ、過信トレイン育成技能のはまあぶっちゃけ微妙ですね、まあ、魅力と知力と、まあ、辻属性なので魅力と知力と生命とかね、魅力と知力とかだったらよかったんですけど、まあ普通ぐらいかなという感じの印象でございます。なのでまあ火力は出ますけど、まあもう小松姫持ってる、竹中半兵衛持ってるっていうんであれば、まあ絶対必要かって言われると、まあそこまでもないかなという感じでございます。皆様の印象はどう映ったでしょうか。ということで今回はですね、新英傑立役者細川藤孝のですねダメージ検証でございました。この動画が少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったよという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイキー。